富田です。今回はこいつ RMS を買ったので、ちょっと両脚2脚あるんでちょっとつけていきます。 RSG の方はちょっと僕の体に合わなくて、で FD2 の友人がちょっと両脚入れてて、ちょっと乗らせてもらったんですけど、ちょっとまあ僕の体にフィットするんでこいつに、結構納期長かったんですけど、はい、ようやく。でね、助手席も変えることでやっぱ軽くなるのと、助手席の人もちょっと体がずれるっていうクレームがすごいんで、今回は2脚入れます。はい、スベーダー降臨。いや最高だなこれ。いや最高だね。ちょっとシートレール開けていこうかな。はい、ねボルトが多すぎてね、ちょっとわけわからん。とりあえずここの真ん中、これを今つなぎました。ここで、で次にシートレールのこのカチャってやるやつ、お、ここに穴があるって、ここに、ここね、ここにカチャっと刺して、おりゃで、OK だな。そんで、ここにこうつける感じだね。はい、シートレールとサイドアダプターの連結、本体の裏からこうボルトを挿していって、でスペーサーとミーリング、スペーサーっていうのをやって、こういう風に止めるとこういう感じですね。こっちからボルトを挿してスペーサーかまして、ナット、こういう感じで、でこれは RMS 専用のサイドアダプターです。用なんでちょっとアイポイント高くしてあげます。でここのなんかサラバネとボルトを使って、
よいしょ。映ってるかな。よいしょ。それで今組み上がったんですけど、ここに調整式の3段階なんで、一番高くしました。まあ助手席用なんで、はい、っていう感じですね。こういう感じで、で純正のシートも取っていくんで、こちらとこちらは14ミリなんで、ちょっと外していきます。で、後ろにもありますね。はい、よいしょ。で、後ろ側はこのカバーがついてるから、よいしょ、取ってあげて、ここも14ミリで取っていきます。これを取っていかないとダメだね。よし、じゃじゃん、取れました。じゃあ、あとこのエアバッグキャンセラーもやんないといけないですね。あとここのシートベルトのフォルダーをちょっと写していくんで、はい、よいしょ。はい、着きましたよ。やばいね。最高。ちょっとじゃあつけていこう。穴はね、あんまり下げるとね、ここが当たっちゃうんで、一応ここにしました。で、前も一応飛んで、とりあえずね、こんなもんで、はい。エアバッグのキャンセラーはもう加工してあります。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
でとりあえずこれをあれをつけて、はい、とりあえずは今つきました。コラボレーション RSG とのコラボレーション、次運転席がやるんでこんな感じで、ちょっとね動きが渋くて、で調整の穴もやりたいなっていう、まあそれは今度とりあえずつけたいんで今度やります。でとりあえず運転席次やります。運転席はもうあのレールついてるんで、一回まあレール取ってサイドアダプターが RS 重要なやつなんで、ちょっと入れ替えないといけない、一回取ります。はいはい、運転席もつき終わりました。最高最高最高。はい、こんな感じです。でまず取り付け穴はね、下から3番目、後ろはで、前は前の下から2番目、結構あの後ろに寝るのが僕好きなんですけど、あのねちょっと今結構寝かしたらこっちのここが上がりすぎちゃって、クラッチを踏むときにここに太ももの裏がすごい当たるんですよ。そうするとクラッチが踏みにくくて、ちょっと操作の影響に出るんで、まあこれからちょっと乗ってみていい位置をね探っていって、ちょっといろいろ調整しながら乗っていっていい場所を探れたらなと思います。こういうとこも結構ギリギリ、うん、感じで、裏はこういう感じですねっていう感じです。ちょっと乗ってみたいですね。はいはい、で今つけて乗ってます。とりあえず一番最初にちょっと言いたいことがあるんですけど、もうあの玉が痛い太ももに挟まれる、 RSG の時よりあの腰のところが深いんですけど狭いんで、てか太もものところ、うん、のホールドがちょっと強くて、これはちょっと子孫繁栄に響きますね。相手がいないってね、やかましいわ。で、あのね、腰、足のホールド感もそうなんだけど、このあばらんところのとこも、あとこの肩の出っ張りもショルダーのところもあって、 RSG に比べるとマジでホールド感すごい。ちょっと交差点曲がるのにしても、あの今までよりここのサポートが強いんでめちゃくちゃ楽です。でシートのシェル自体の剛性がすごい高いんで、なんて言うんだろう、ダイレクト感っていうのもすごいし、まあ、マットがあるんでそんなにめちゃくちゃ硬いわけじゃないんですけど、その体に感じるその、まあ、路面から伝わるインフォメーションだったりだとか、そのサスの動きだとかタイヤの潰れ具合とかねっていうのがすごい体に RSG の時より情報量がすごい多く入ってきて、そのグリップの限界だとかっていうのも多分かなりつかみやすいんじゃないかなっていうのはあります。本当にすごい乗った感じは本当にね、あのあそこが潰れないけど潰れそうなのを除けばいいことしかない。 Thank you.
ジで最高だわ。めちゃくちゃいい。こうやって交差点をちょっと、今ちょっと交差点曲がるにしても体は全くずれないのにカメラが、まあ、カメラは動くかな。すごい楽。普通に乗ってるだけでも楽っていう感じです。はい、こんな感じで一応終わりますかね。動画はとりあえずちょっと、俺はマックに行きたいんだよ。朝ローソンでちょっと食べて、今5時半、で途中カレーパンだけ1個食べたけど腹が減ったっていう感じで以上です。はい、スパチキのセット、はい、スパチキのセットを1つで、はい、ポテトで、はい、あとマックシェイクのストロベリーの M で、はい、以上で、ポテトでマックシェイクのストロベリーの M で、はい、はい、どうぞお越しますか。はい、カメラの車では間違いないでしょうか。はい、スパチキっていうの初めて食べるんだけど、うまそう。うまい。